今回はですね、このルーレットの当たった番号で打たないといけないと。頼む、ドラマ来い。僕行きます。おーい、おー、よっしゃー、柿花コーチです。おー、まあ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 、250ある。250以上あります。おドライバー、やべえ、ちょっと行ったな。目の前に木が。おい。おお。うまっ。カメラミスで村コーチの2打目を撮っておりませんでした。申し訳ございません。52度。52。ええ。これはもうおすぎさんが丸かぶりしますよ。これはもう何番でもいいかなみたいな。あ、6番6番6番あ、まあ、まあ、でもね、まあ、やべ、強すぎか。まあ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 、でも、まあまあ、想定通りじゃないですか。柿花コーチはありました。ありましたね。だけどこれバンカー越えですよね。これ2人ともセカンドドライバーですからね。さすがにコントロール難しいなと。これはでも一応クラブ次第によってはもう問題なく、ね、うん、短めのものが出てくれればなんとかなりそうな、なんとかなりそうな、ね、状況ですかね。あわよくば何が、もちろんサンドウェッジで。もちろんサンド来るか。お願いします。お願いします。やめてやめて。おお、3番やん、ここに来て。もう3番なんすか。ちょっと動画だけね。3番いやー、これテクニックだ。これを3。あ、でもライ的にはちょっと、いやー、これ低く打ったらバンカーですし、ちょっとは仮に上がったとしても奥行っちゃったらもうアウトっすもん。でもなんかボールの下にちょっとこうスペースありそうな感じない。まさか3番やんと開きで。いやね、まあまあまあスペース自体ありますよね。ああ、そう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 、こういくってことですか。奥手をつける。それがこれマジでないですね。道が道がない道がない。お、でもその感じの素振りだともうこれで行きます。3番ユーティリティロブみたいな。そうです、もう3番でユーティリティロブしかないです。じゃあちょっととりあえず。お、でもちょっと面白そう。行ってみます。うまっ。あっ、まさかの。いや、めっちゃうまかったけど、しかも目玉ったよあれ。いや、でも今うまかったっすよね。打ち方もショット的には4打目、こっちの第4打目ですね。いきます。50ヤードぐらい、ね、ちょうどピンまで50ヤードですね。 OK です。じゃあちょっと来い。これちょっと狙いたいな。なんかコツが分かってきてる。来い。クラブ、クラブ、まずい、まずい。5番アイアン。5番。意外とでもこれいいかもしれないです。今でも花道空いてますからね。やったことはないけどイメージだけするんだよね。イメージだけ。イメージだけ。イメージだけ。転がすしかないんで。ゴロゴロ作戦。はい、ゴロゴロ作戦で。これちょっとうまくないですか。これうまいっすよ。これうまいでしょ。うまーうまーうまー。強烈うまいね、これ。これちょっとうまくないですか。これうまいっすよ。これうまいでしょ。うまーうまーうまー。ありがとうございます。はい、いけないコーチ、4打目。
4打目ですね。残り大体35ヤードぐらいですね。35ヤードぐらい、はい、やっぱこうアプローチ系が出たらありがたいですね、ここでね。できればアプローチ5、8が一番いいかな、うん、一番いいかなという感じです。5、8、こい、こい、お、いい、いい流れ。おお、ピッチング全然なんかイメージ出やすそうな、これなんか普段の感じに 近そうですよね。近いですね、うん、もうちょっといいかも。まあ、まあ、奥が危ないですよ、確かに。あれ、奥は危ないんですよね。柿原コーチの何打目？4打目。4打目。あ、さっきの、さっきの3番のログを、ね、池根コーチ曰くちょっと目玉疑惑が若干沈んでます。結構目玉だよ。もうでもさあ、ここドライバー出ちゃったら最悪だよ。ドライバー傷つくし出ないし最悪だよね、これね。7番アイアン以下であれば何でもいいです。太しいもんね。さあさあさあ、お願いします。来ました。ちょっと待って、ちょっとまた3番来たー。3番が好きねー。引きが3番がもう逆にちょっと上手くなってるよね、3番のね、開くやつ。これちょっともうちょっとさっきのでイメージ出てる、イメージ出てる、イメージは出てる、イメージ出てる。まあ幸い左足上がりですからね。なるほど、すごい、もうすごいっすね。どうやって打ってばいいですかこれ。いやいや、もうでもさっきちょっと練習してたから、なんかちょっと期待できるんじゃない。おっと、うまいけど。これはもうしゃあないね。さあ、第5打目ですか。5打目、5打目ですか。3番率高いですけどね、うん、ちょっと吹っ切れてきたっすね。どうかな。おおおお、ドライバー超えた。58。おー、58。一回遅かったよね、58来るのね。これ壁まで20センチぐらいしかないですよ。壁まで、ちょっといいですか。壁までこんだけなんですよ。やば、で高さここなんですよ。それはやばい。それやばい。そもそも出るのかっていう。いやいやいや、もう池根コーチがちょっと状況は分かりすぎてる。これはちょっと頑張ります。うまっ。ナイスアウトじゃないですか、これ。ナイスアウトですよ。もうナイスアウトですよ、ね、ナイスアウト。はい、池根コーチ、5打目何打目でしょ。5打目ですね。5打目かな、はい。お、いい感じ。おお、基盤やん、基盤やん。これはもう寄ったも同然じゃないですか。状況的にはどうですか。20ヤードないか。もう12、3ヤードですね。基盤やん。ちょっとショートだけど、まあ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 。これ柿原コーチは何だめですか。逆にバンカー3回、2でそこ来たからね。3でロブ、4でバンカ ー、5打目、次6打目、6打目か、6打目。お、でもまだまだね、まあ、あの3番ヤン地獄から考えたら、まあまだまだ挽回できますからね。まあこれはもう何番でもいいです。逆にね、逆にそういうこと言ってると、おお、ピッチングウェッジ、なんかルーレットのコツが分かってきた感じですね。そうですね、1個前から引きが強くなってます。3番しか出てなかったから、もう普通に、まあ、ランニング系でちょっと待って、ちょっと待って、全然取れない。いいとこだね。いいとこ。じゃあいいですか。うん。ピッチングで。はい。ピッチング。普通に転がしちゃいます。で、転がす。
と遠ざかってったけど。あ、これで3人ともグリーンに。グリーン上ですね。ですもんね。こっからもうしょうがないですね、パター。ね、パターで。はい。傷つけちゃったりね。マナー的にも良くないですね。良くないですもんね。え、これ入れたら、まあ、一応トリプルボギーってことですか。トリプルボギーです。ああ、惜しい。結構早いね。早っ。続いていけない、こっち。6打目ですよね。6打目。惜しい。まあでもパターですもんね、まあ、まあ先に入れていただいて。で池田コーチはトリです。トリ、いやー、木村コーチ余裕ありますよ。いや、いやかこれ何打目でしたっけ。1で、2打目ダフって3でピッチング、4でもかかる。嘘、ボギーパット。え、嘘、あ、本当ですか。もうあの掛け山コーチがさ、すごいこうちょろちょろやってるか分からない。間違いない。ルイコの言うなもん。これちょっとライブ難しいな。おー、惜しい。じゃあお先です。ダボ、ダボ、入れダボです。入れダボ。ありがとうございました。さあ最後は、最後、リハのコーチのこれは8打目です。8打目の、ちょっと収まるのか。でもスネークって言ってたもんね、リハのコーチ。そうですね、気持ちはまっすぐ。押してる。それはちょっとまだもう順決着決まったけど、ちょっと OK できないぐらいの。これちょっと出ませんね。これ下りの、これ出ない。これ難しいですよ。簡単じゃないですよ。そう、お疲れ様でした。いやでもこれありがとうございました。 MVP はもう柿花コーチじゃないですか、今回の勝者は木村コーチでした。ありがとうございました。ありがとうございます。そして最終は木花コーチです。はい、ありがとうございました。このバンカーにやられました。皆様3番アイアンのロブショットぜひ参考にしてみてください。参考になんないからね。なのでうまかったけどね。ルーレットゴルフ、ゴルフ面白いです、ね、面白いですこれ。ただ進行がむちゃくちゃ遅くなるんで、そこだけはちょっと注意してもらいたいなと。ということで、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。